ガオ浜田山虎の子不動産です。前回ピッキングの技術を YouTube しましたが、今度はもうちょっと詳しく電子ロックの仕組みを解説します。この電子ロックは磁力の反発力で山の刻みと同じようにピンを持ち上げるようになっています。これはですね、その配列がプラスマイナスマイナスプラスだとすると、ピンがすべて飛ばされ内側を回すことができるという仕組みですね。結局は鍵の刻みか磁石の違いかで鍵の構造は一緒ということはお分かりいただけましたでしょうか。はい、それではお先に失礼します。最近タワーマンションではこのシリンダー状の鍵がほとんどですね。